皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生の国語、猫と猫の2時間目の内容です。 では教科書47ページを開きましょうはじめに小さい丸がついた言葉を学習しますこれは,はひふへほですね小さな丸はこのハ・ヒ・フ・ヘ・ホ にしかつきませんこのはひふへほに丸をつけてみるとこうなります丸のつく場所は前に学習した 点のようにマスの2の場所に書きます。まるは黄色い矢印のところから書き始めます。読み方はパ・ピ・プ・ペ・ポ,ポと読みます。 先生と一緒に声に出して練習してみましょう。パ・ピ・プ・ペ・ペポ。声に出して言えましたかそれでは画面に 注目してください。母はお母さんですね。母に点々をつけると、ババになります。ババはおばあさんのことですね。今度は、母に丸をつけてみます。 丸をつけると。パパになります。パパは。お父さんのことですね。ここでも。点々や。丸をつけると。変身する。言葉があることが。わかりましたね。文を。 つくろうの学習でみんなが話すのようにだれがどうするという文をつくったのを覚えていますかきょうは「〜が」ではなくて「〜は」をつかった文を 作ってみましょうこのとき「は」と書いて「は」と読みます。「なになには」のあとにつづく文を考えていきますよ。はじめに先生と一緒に文を作ってみましょう。 これはラッパですねラッパをつかって「ラッパは」の文がつくれるかなラッパは楽器です。どうでしょうできましたね。 今度は、皆さんも、ラッパは、に、続く文を作ってみましょう。できた文を、先生に、教えてください。 聞こえてきましたよラッパは金色です他にもできましたかラッパは大きい上手に作ることができましたね それでは「〜は」の文を自由に作ってみましょう。思いつかないお友達はこの絵を見て作ってみてくださいね。それではノートやワークシートに書いてみましょう。一度 動画を止めてください書き終わったらまた動画を進めてください書き終わりましたかどんな文が作れたかな先生に教えてください 友達が作った文を紹介しますねパンダはかわいい猫のしっぽは長いちゃんと歯を使った文になっていますね ほかにもできましたかはらっぱはひろいです。じょうずにつくれましたね。みんながんばりましたね。いっぱいがんばったので、ここでせんせいといっしょに 言あそびをしましょう。画面を見てください。まずは目で読んでみましょう。今度は声に出して言えるかな もし近くにおうちの人がいたら一緒に声に出して読んでみましょう。それでは先生と一緒に声に出して読んでみますよ。用意はいいですかさはい。 「ねこねこねっこ」「きてきてきって」て「ころころころけ」「ぱたぱたぱったん」「ぺたぺたぺったん」タ「もちもちもっちり」「じょうずによめましたね」 それでは、今日の学習のまとめをします。今日わかったことは、小さい丸がつく字の読み方、丸の書く場所、丸のつく言葉、そして、〜は、 何にですの文の作り方を学習しました。楽しく勉強できましたかそれでは最後にこの文を大きな声で読んでみましょう。勉強は 楽しいそれではきょうわかったことやたのしかったことをおうちのひとにつたえましょうがんばったみなさんにせんせいからおおきなはなまるですよくがんばりましたね ありがとうございました。